第一競争を勝ちました西翔太騎です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは中野ブラボー、騎乗した印象いかがでしたか。は一生懸命歩いてきました。馬場状態なんですがいかがですか。まあ昨日とそんな変わらなくて、まあ、息の入りやすい馬場になったと思います。先週の開催から、同日月の開催の前の金曜日にロータリーハローが入っていますけども、そのあたりの影響というのは感じますか。そうですね、まあ、やっぱり馬場はちょっと、まあ、軽くても軽くないようなって感じ。もうものすごく軽くなるっていうことはなさそうですね。そうですね、はい、はい。1レース勝ちました西翔太騎士でした。ありがとうございました。